こういう感じで。と線に合わせて。観光農園の盗難の動画が始まるよ。はい、長男です。今日はですね、こちらですね。行きましょう。はい、こちらの怪しいレスポールタイプのギター。ちょっとね、ネックだけ使うんで、ネックの方とちょっとパーツを使うので、こちらバラしていきたいと思います。まずはね、弦から。だけはね、貼ったばっかりなんで、でまあこういう状態でサビサビですね。まあこれもある程度きれいにして使います。まあ、こんな感じですね。ネックを取ります。はい、分解できました。あ、意外と最後まであるみたい。こういうか、こういう少し斜めになってるかな。ここでもなかった。これの状態を確認すると見えますかね。トップはね、合板っすね。これ安いギターなんでしょうね。まあこういう感じです。でネックを使います。ネックを使うんで、じゃあこれを一旦動かしましょう。フレットも減ってないですね。ここも、まあ、引かれてないんでしょうね。引かれてなくて置いてあったって感じがしますね。ではね、ネックのつくところを見ていきます。そしたらね、接着を今度してきます。で接着してからこの外周を切る感じですね。でその後にこの裏側の板を作る感じです。じゃあ接着の方をしていきたいと思います。はい、ということでね、接着をしていきます。これを乗せて、よし、よし、
はい、これでね、何日か置いとけばもう固まっちゃうと思うんで、そしたらこの周りをね切っていきます。はい、今日はこんなところですね。今日は、ギターのボディの製作ということで、ネックを助け出して、で接着までしてみました。まあ、参考の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Facebook、Instagram はぜひこちらもよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。